当たり前だった部活動の風景が変わろうとしています。次が単調です。連打2本3本打って相手を崩して、そこからもう1本打たないと。指導しているのは顧問の教員ではありません。上田秀樹さんは元会社員、地元のスポーツ少年団で20年以上剣道を教えてきました。会社を定年退職したのを機に、外部指導員としてこの中学校の剣道部の指導に当たっているのです。中学生は、多感な時期でもありますし、ああしなさい、こうしなさいっていう命令系ではなくて、今日どうする、何するっていうところで、お互いにこうやることを確認しながら、それからやることを納得しながらです、やるようにしてます。岡山県林間町の林間中学校です。去年、休日の部活動を学校から地域に移すための実践研究を行うモデル校に指定されました。国の補助金などを活用し、11ある部活動のうち8つで外部指導員を採用。休日だけでなく平日も指導員が部活動の指導に加わっています。こういう技でこういう自分の得意を生かして頑張ろうっていうふうに言ってくれるので、やる気も湧いてきて、課題点とかを説明してくれたりして、急に成長したっていうのがって思いますね。コミュニケーションがなんか取りやすいっていう、先生やけどなんかもう普通に優しく接してくれたりとか。生徒にも好評の外部指導員、顧問の教員もそのメリットを感じています。もう私自身が全然剣道に携わってなかったものですから、全く何も知識がないんです。上田先生来られて非常にもう助かってます。最初は僕顔を出すんですけど、その後は教育相談だったり、生徒の補習の方を見たりとか、違うところで私もまた時間を使えますので。提言書がまとまりましたので提出いたします。どうぞよろしくお願いいたします。部活動は今大きな転換期を迎えています。今月、スポーツ庁の有識者会議は公立中学校の運動部の部活動について、来年度からの3年間で休日の指導を地域や民間の団体などに移行していくべきとする提言をスポーツ庁に提出しました。これまで学校が担ってきた部活動、なぜ地域への移行が必要なのでしょうか。背景の一つが教員の長時間労働の問題です。林間中学校の勤務終了の定時は夕方の4時50分ですが、多くの教員が部活動が終わった後も業務を抱えています。部活動終わらしてから今6時半ですよね。これから学年のこととか家庭連絡とか、それから最後に自分の教科のことになってきますから、そうなってくるとやっぱり8時9時は当たり前にどうしてもなってきますよね。岡山県内の中学校の教員の時間外業務は一月あたりおよそ67時間と、文部科学省の指針である月45時間以内を大きく超えています。また休日の部活動指導は一月におよそ13時間、長時間労働の一つの要因だと言われています。取り組みを進める林間中学校、外部の指導員が加わった効果は卓球部でも現れていました。今はですね、まだ帰りの会が今終わったところで、顧問の先生方はまだ片付けとか一部生徒の指導しています。でそういった中で支援員さんの方がおられますので、大人が見守っている中での活動ができているというメリットがあります。指導している内田隆さんは元教員、かつては卓球部の顧問を務めていたこともあるだけに、外部指導員導入の意義を強く感じています。教員の OB だからもう現場は大変だよ、もういくらでも仕事があるから、もうなんとかその役に立ちたいという気持ちがあるから、もう無理しなくていいよっていつも覗ける時だけでいいよ、普段は任せてくれて大丈夫だから、いざとなったらまた相談するからねということでやってるから、今はウィンウィンの感じでいいんじゃないですかね。止めて、そう、そこで取っていける。勝ちたいなって思うようになって、外部の方の方が身についてるかなと感じます。
部活に行ってなかったりしたけど、内田先生とかおかげで上手くなりたいなとか思うようになりました。一方で課題も見えてきました。岡山県教育委員会の地域部活動推進委員会で委員長を務める岡山大学の高岡敦准教授は、外部指導員の導入に伴って保護者の費用の負担が増えるなど3つの点を指摘します。指導をしてくれる方がどれぐらい地域の中にいらっしゃるのか、あるいは活動に際して何かお金がかかるということになった場合、そのお金をどこから工面するのか、あるいはその活動の場所ですね、公共の施設含め地域の中でどこでやるのか、あの地域の格差、あるいは家庭の経済状況の格差っていうものが、こう休日の子どもたちのスポーツ活動、文化活動の格差につながってしまうっていうのは最も避けなければいけないことだと。人とお金と施設、この問題を大人たち、まあ、子どもたちも含めて大人たちみんなでこう考えていくっていう。格差のない地域移行に向け、岡山県教育委員会は学校と地域のスポーツ関係者をつなぐコーディネーターを新たに置き、取り組みを進めていくことにしています。大事なのはやはり子どもたちのその豊かなスポーツ活動、文化活動がですね、これまで以上にいいものになっていくっていうこと、それと大人たちが無理なく続けていく、持続可能になっていくということが目指すべきところかなというふうに思います。教師の負担を減らし生徒のためになる部活動の新たな形の模索が始まっています。